こんにちは、うりさんです。テレ朝系毎週火曜日夜9時から放送のドラマアンノン最終回が終わりました。ということで、ざっと最終回のストーリーを絡めながら感想をお話ししていきますので、最後までお付き合いください。イオリが頭を殴られたことで包帯をリボンのように巻いていました。今までイオリが必ず頭に大きなリボンやヘアバンドをしていたことが、最終回から逆の流れで回収されたのはおしゃれな演出だったなと思いました。改造のもしそこに愛があるならちゃんと正しい方向へ導いてあげるべきなんじゃないかというセリフはかなり深くて、後のウメバーが取った行動に問いかけた形になっていたと思いました。イオリのでも人は愛してるからこそ時に間違った方法を選んでしまうんじゃないかってというセリフは、もちろんウメバーや鏡に向けてのそれだと思いますが、一条ヒューガに向けての問いかけのようにも感じました。最終回がもやっとしたものになってしまった要因の一つに、宗像さん一家事件と一条ヒューガとの関係がふわっと終わってしまったことにあると思いました。ドラマ全体の途中から20年前の事件と吸血鬼殺人事件とは切り離して考えた方がいいと思ったので、宗像一馬くんが家族をやったという考察もしたのですが、虎松の抱えている秘密が殺人犯の息子という点だけに絞りたかったのなら、最終回でせめて虎松の口からこう思うことにした的なセリフ回しがあってもよかったのではないでしょうか。この真実は誰も予想つかない展開へというのはまさにその通りで、鏡が真犯人だとか梅バーが養護施設の先生だと思っていた方は大勢いらっしゃったと思いますが、鏡の両親をしてしまったとは予想外でしたよね。プロデューサーさんの全ては愛の結果、この悲劇が起こった全ての理由が愛にまつわるものというアピールを肯定的に取るとすると、梅バーがついた嘘は愛情から出たものだったと思いましたが、鏡の場合は両親を愛していたからということで良かったのでしょうか。どん底での梅バーの独白は良かったですよね。火事の日に梅バーが見たのは鏡で、タオルハンカチを自作自演したと分かった時はこう来たかと思いました。まさか本当に吸血鬼がいるとは思わなかったので、何度も警察に話そうと思ったけれど、もうどうしたらいいかわからなくなったというのはうまいやり方で、被害者が吸血鬼だから鏡が退治しているなんて話は誰も信じなかったでしょう。最後の晩餐に鏡を招待したのは、梅バーから真実を鏡に告げさせるための虎松と心の優しさだったのではないでしょうか。しかし鏡が、トラさんはお父さんのことだって結局何もわからんかったんでしょというセリフは、トラ松の気持ちを逆なでするだけだったし、吸血鬼だからというだけで祭りを消したというのもなんだかなでした。イオリの考察ボードに萩野さんに関するメモで、神奈川高校卒業生とあったので同級生だと思っていましたが、萩野さんの方から自分が吸血鬼だとカミングアウトしたということでした。心でさえ虎松になかなか言えなかったのに、萩野さんが鏡に言ったということは親友以上の感情があったのかもしれません。それから鏡は吸血鬼を見つけたら落書きで予告して片っ端から退治していったわけですが、結局どうやって吸血鬼を見つけていたのか、なぜ予告したのか、なぜ血を抜く必要があったのかが説明されませんでした。なので地道に吸血鬼を見つけていった、予告の日時を書いたのは6月11日につなげるため、血を抜いたのは吸血鬼の仕業だと見せかけるためだけの演出だったと解釈しました。鏡がコロッケ好きという設定にしたのは、コロッケ不倫や梅バーが毒を仕込みやすくするためということにつながると思いましたが、コロッケ三姉妹のくだりは何だったのでしょうか。少し余計な足し算をしすぎたかなと思ったので、人間であるトラマツが単純に一緒にいて好きだからという解釈をすることにしました。結局幼い頃鏡はスズランを摘み、美味しくなーれと思いながら紅茶に混ぜた後遊びに行ってしまったわけです。摘んだばかりのスズランと乾燥した紅茶の茶葉の色に両親は気がつかなかったのかという疑問が残りましたが、鏡の部屋にずっとスズランの鉢植えがあったのが皮肉とも捉えることができるので、かなり切なかったですね。
せっかく心が怪力だという面白設定があったのに、鏡をやっつけるわけでもなくラブ要素に持っていってしまいました。十分鏡の心に対する感情の揺れは伝わってきましたが、もう少し違うシチュエーションの方が良かったかなと思いました。鏡が間違って一条という人間を殺めてしまった時から、最終回へ向けての下りは勢いがあったし、淡々とした町田さんの演技は素晴らしかったです。本当のことなんて誰にもわからないんですよと伊織が締めくくったとしても、鏡がサイコパス的な扱いになってしまったので、総合的にちょっと残念な最終回だったかなと思いました。そして一番良かったのは蓮が交番勤務になったことだと思いました。会議室にいてもしょうがないんでという流れから、お兄さん寂しいかなって思ったからというのは、忌まわしい事件後のエピソードとしては清涼感もあり、かなり良かったのではないでしょうか。最後の1ヶ月前というのは結婚式当日、つまり6月11日からということですよね。祭りがやられたのが5月14日なので、5月11日の時点ではこんなにハッピーな余興が待っていたのにといったところでしょうか。考察部分は十分に楽しめたので、全体的にはなかなか面白いドラマだったと思いました。約3ヶ月にわたりコメントしてくださった方、応援していただいた方々、ありがとうございました。7月からも考察系ドラマを扱おうと思いますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。